今回は駒場東方中学校の入試問題です。問題が、この図のアーから K までに1から9の数字が1つずつ入ります。そして、図の中にある6つの正方形の頂点の和、これがそれぞれ20になるようにします。では、真ん中のおに入る数はいくつですかという問題です。まずはね、 この問題、しっかりと問題の意味を押さえておきましょう。問題に出てきた6つの正方形。これどういうことかって言ったら、皆さん、今この図の中に6つ正方形しっかり見つけることできるでしょうかそうですね。1つ目がここの正方形。2つ目がここ。そして3つ目。4つ目。そして5つ目は全体の正方形。そして6つ目は、 この斜めになってる、ここの正方形ですね。この6つの正方形、それぞれの頂点。はい。例えばね、ここの正方形だと、頂点、もちろんね、正方形。1、2、3、4、4つ頂点ありますよね。この4つの場所、数字、全部足したら20になる。はい。例えば全体の正方形。ね、この大きい正方形で言っても、この4つの頂点。 この4箇所足したら、どこでも20になるということですね。いいでしょうかということでね、真ん中の数字いくつになるかということなんですが、この問題ね、実はあることに気づいたらめちゃめちゃ簡単に解けるんですよね。じゃあ、どうやって解いていけばいいかということなんですが、まずはね、分かることを丁寧に出していきましょう。分かること、何かって言ったら、皆さん、この R から K まで、 この9箇所に入る数字、全部足したらいくつになるのかっていうのはわかりますよね。そうですね。当然、あから K までには、1から9までの数字、一つずつ入ってるんだから、そうです。1から順番に、1足す、2足す、3足す、としていって、9までの数字の足し算をすればいいですよね。足し算すると、45となります。 はい。そしたらね、R から K までね、これ全部足したら45と分かりました。じゃあ、おに入る数字いくつかなーって言ったら、そう、簡単に考える方法がありますよね。それは、全部足したら45なんだから、この全部足した45から、そう、真ん中のお以外の和。ね、1、2、3、4、5、6、7、8個。この8、8箇所の和。 これがいくつになるのかって分かればね、45からその8箇所の和を引いてあげたらね、残るのがおになるということです。いいでしょうかということでね、今回の問題、解くコツは、真ん中のお以外の和このお以外の和を求めるというのがね、今回の問題のポイントです。じゃあ、どうやったらね、お以外の和分かるかって言ったら、そう。 この問題、お以外の正方形の頂点、これに注目をしてください。例えば、はい、この全体の赤色の正方形見てください。4箇所の頂点、あ、う、き、けですよね。この4箇所、これって全部足したらいくつになるかっていうのがわかりますよね。そうです。問題に書いてあったように、頂点の和はそれぞれ20になるんだから。 はい、この赤色の、この丸、4箇所ね。あ、う、き、け。4つ足しても、そう、20になるはずですよね。はい、今言ったように、あ、う、き、け。この4箇所の和は20です。そしたら、それ以外、ね、おを除いたそれ以外、残ってるのは何かって言ったら、そうですね。あとは、い、え、く、か。はい、この4箇所ですね。はい、この4箇所も、 そう。斜めになってる。はい。今、先生が青色でなぞってる。はい。この青色の正方形の4つの頂点になってますよね。はい。当然、この正方形も4箇所の頂点全部足したら、その通り20になるんですよね。いエクカノアは20ということは分かってます。はい。ということはね、この赤色の4箇所全部足したら20。 青色の4箇所も全部足したら20。ということは、残ったおはと言ったらそう。全部9つね。これ全部合わせた45。それから、赤色の4箇所ね。この赤色の4箇所。和の20。そして、青色の4箇所。20。これを引いてあげたら、残るのがね、もう、おの部分になりますよね。はい、引き算すると、当然、5となりますので、 今回、おに入る数字は5ということです。いいでしょうかこんな風にね、おの部分、真ん中求めたいということからね、お以外のね、この8箇所の輪はいくつになるのかな、ということに注目するってこと。その8箇所の輪を求めるためにね、赤色の正方形、そして青色の正方形に分けて考えるとね、えー、8箇所の輪、ね、が出せるってことね、ここに気づく必要があるという問題になります。いいでしょうか ま、今回の問題ね、非常に、こう、気づけばね、一瞬で簡単に解ける問題なんですが、しっかりと問題の意味をね、勘違いせずに、え、問題解いていくっていう必要がありますので、その点気をつけてください。ということで、今回の授業は以上になります。今回もご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。え、引き続き頑張って毎日配信していきますので、これからもご視聴よろしくお願いいたします。ということで、次回の授業も見てください。次回の授業で、またお会いしましょう。さよなら。